プロ7年目、今シーズンに選手生命をかけるファイターズの斎藤佑樹投手が昨日自主トレを公開しました。自主トレのテーマは再生。早稲田大学時代に股関節を痛め、ファイターズに入団してからも右肩を負傷するなど相次ぐ故障で思うような結果が出ていません。大学1年時代の投球フォームに戻すように下半身強化のメニューを中心に体をいじめ抜いています。自分のフォームに合ったトレーニングをしているきつさなので、まあ、きついことはきついんですけど、まあ、それが自分の身になってるっていう、実感はあります。自分の中でのキャリアハイは、目指したいです。まあ、プロである以上はやっぱり結果っていうのは大事だっていうのは自分でも理解してますし、ファンの方や、球団の方にもう少しでも恩返しできるようにっていうのを考えたら、やっぱりその数字として結果を残すことが一番だと思うので、まずはそのキャリアハイ目指して頑張ります。